はい皆さんこんにちは村長です今日はですねまあ、この間から画期的なことがいっぱいあるんですけれどもその画期的なことの中からですね今日もまあ僕はグローバルな人間になれるんちゃうかとか思うぐらいですね面白いことを考えました、えー、この間からブリューというねこの多分画面のこの下の方にね今日も日本語の字幕がついてると思うんですがこれからですね僕が 英語のの字幕をこの後ずっとつけてですね説明をしたいと思いますね説明と言ってもですねもうあのまあいらない人にはいらないと思いますしそこへそうしてたらもう新型コロナが来てしまって今は準備体操の期間ですよとだからもういつかライブしたいなってそれを言うんであればそれよりもまた その先にどんなことがあるんだろうかっていうことでもうちょっとみんな勉強したらどうですかって書いてて収束したところですぐにライブなんかどうできるのかなとかもしくはいわゆる今の言葉で言う第2波第3波というのがですねもう必ず来るからだから今は焦らずですね 勉強をしようとかネット配信のこととか聞いてくれた方もおりましたけれどもたくさんの人がやりきれてるんじゃなくてやろうと仕掛けてもう戻ってしまったっていう感じなんですね。で戻れるんならそれは僕もあのそれが一番嬉しいんですけれどもでも今東京の方のお話とかを聞いてるとなかなかそうはいかないですよね。まあ、そ,のそういうういを言うてる前にもう英語で 解説がついてると思うんですよね。今まで日本語でずっとこうやってきたけれども直訳的な英語だし僕は英語を知って英語のテロップは書いてるんじゃなくってブリューという英語のテロップのソフトを使ってそのブリューだけじゃなくって英語のテロップもつけてしまうことをそれも簡単に思いついたんですね。 も,うもちろんやってる人もおるんでしょうけれども何の費用も使わずにそういうことができるということで今日はこの動画を撮ってるんですよね、えー、ちょっとまだ興奮気味になるとこう手が上がってくるんですけれども、まあ、そんなことで、えー、もう今喋ったところまでも英語がついてたと思うんですけれども皆さんね、えー、もうこんな時代なんですよですからもちろん ミュージシャンは音楽をやればいいんですけれどもさらにですねこれからのグローバルでそして AI な時代でそこにデジタルがあるからこそアナログも活かせるようなアナログが活かせるっていったらどういうことかというとこういうことをできたらですねものすごく役に立つもしくは耳が聞こえない人聞こえにくい人 そんんな人ににもすごく役に立つと思うんです、ね、あの皆さんよかったら、えー、僕はもう目玉になるようなやり方は好評というのはやめます左にいつものシンクルームが立ち上がってますけれどもお友達のメジャーさんが夜中にですねシンクルームやってますって言うからで相手はどうしてるのかなと思ったらですね 自分で部屋を立ち上げてそこに入ってきた仲間とそしてそれもほとんど同年代の人とやっててですねじゃあ僕も行っていいですかっていうことで行かしてもらってそしてセッションをしたりとか音楽の話をしたりしてそしてまあ抜からずと言ったらいいんでしょうかもちろん僕のいろんなやってる活動もお話ししましたけれども今一緒に勉強してる亀岡さんねそしてからひまわりの歌とか そして西野さんの歌とかあそういうのあのも聴いてもらったりとかしてですねそしたらものすごく関心を持ってくれてですねまあ亀岡さんの歌も評価めちゃめちゃ良かったですよもうそういうことでちょっと井の中の蛙図やったなっていう気持ちも正直今日じゃなくってもうコロナが始まった頃からずっと思ってましてですねまた全く違うところでそして もう関心のない人に喋ったところでしょうがないから、こんな関心を持ってくれてる人がいているところに発信をしていかないといけないなとつくづく思いました。だから今日のこの英語テロップのことも、もし関心のある方は聞いていただくということでよろしくお願いしたいと思います。村長でした。